皆さんこんにちは。週末のニューヨークダウの動きとですね、日経平均の動き確認していきたいと思います。週末のニューヨークダウ42ドル高です。再びね、高値をね、更新してきております。ただ上髭がね、ちょっと長いですので、まあ多少はね、押しても良さそうな感じがしますけれども、この11月29日の直近の高値ですね、16,174 ドル、まあこの辺りがまたしっかりとサポートしてくれるとですね、もう一段高にね、行く可能性が高いかと思いますね。で、為替の方ですね、ドル円の方もう104円台の方にね、再びまた乗せてきております。で、アメリカの FOMC ですね、 FOMC の結果を受けまして、非常にまた円安がね、加速してきております。で、トレンドがしっかりとね、上を向いてきておりますので、まあ、多少なりともね、また103円台にね、戻ってきたとしてもですね、トレンドとしてはね、再びまた円安傾向にね、向かうような動きをしているかと思いますね。週末の CME15,915 円です。月曜日が日本市場は祭日ですね。また海外市場がどうなるかによってね、変わりますけれども、日経平均の冷やしチャートですね、上離れの並びの赤という状況にね、なってきております。で、こちらもですね、アメリカの FOMC の結果を受けてですね、この12月3日、この高値からのトレンドラインをね、抜けてきた後、上離れの並びの赤となってきてますので、まあ、押してきても買いが入りやすいというですね、そういう状況になってきてます。あとはまあ年末にかけてですね、16,000円台ね、乗せてくるかというのがね、また注目になりますけれども、まあ、チャート的な人の目安としてですね、こちら日経平均の月足チャートになります。で、こちらは2000年の4月ですね、ちょうど IT バブルの時の天井ですね。で、その後、2007年ですね、2007年の2月につけた18,300円。この高値同士を結んだトレンドラインですね。もう現在間近に接近してきておりますけれども、まあ、大体16,250円とかですね、まあ、そのあたりになってきます。で、16,000超えてくるとですね、さすがにこの月足の大きな流れのトレンドライン上ではですね、まあ、一回叩かれるんではないかと思いますけれども、まあ、それをいとも簡単にね、抜けてくるようだとね、非常にまあ強いね、動きになってきますので、その時はね、流れに逆らわずについていく方がね、賢明かと思いますね。では以上で解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。